アイテム番号 SCP-119JP オブジェクトクラス政府特別収容プロトコル SCP-119JP は適切なサイズの危険物用コンテナへ格納し、コンテナは施錠して警戒レベル4の非生物 SCP 保管庫に収容してください。実験的でない SCP-119JP の使用および下記の内容を含む実験は日本シブ理事会の権限により禁止されています。 B クラス職員に SCP-119JP を使用させての実験、人体実験および実験対象に人体が関与する可能性がある実験、上記以外の実験を希望する職員は上位レベルの職員へ申請し承認を得てください。説明。 SCP-119JP は人の腕ほどもあるその大きさを除けば一般的な採血用の注射器と類似した外見をしています。具体的な大きさとしてはおしこをすべて引き抜いた状態での全長は 85.2cm、 各部品ごとについてはおしこと注射筒が約 30cm、注射針が約 25cm で、注射筒の直径は約 23cm となっています。SCP-119JP は全体が未知の材質で構成されており、針はその長さを超える厚さのチタン装甲に全部差し込んでも破損や劣化は見られませんでした。おしこの部分は特殊な形状をしていて、一般的な注射器に見られる硬質の突起ではなく、ゴム質素材の筒となっています。ガントレットと同様にこの筒の中へ腕を入れ、その奥にある取っ手を掴んでの使用が想定されていると考えられています。取っ手を押しておしこを押し込み、液体か固体位置が存在する閉じた容器に外から注射針を刺し、取っ手を引いておしこを引き上げていくと、容器の中の存在は消失していき、注射筒の中には黒い流体が溜まっていくように見えます。注射筒に黒い流体が溜まっている時におしこを押し戻すと、消失した存在が注射針の先から現れます。液体の場合は注射器の形状から想像される通りに針の先の穴、針管の直径は約 6mm から吹き出しますが、固体は針の先から突然現れ、針の前の空間に投げ出されるように見えます。生物や人工物等、構造を持った物体が消失すると、ほとんどの場合は、注射針からは中大規模の破損を伴って現れます。特に注意すべき SCP-119JP の特性は、容器の大きさに関わらず、前述の使用法をほぼ同じように行うことができる点です。注射筒は1リットルの容量を持つことが観測されていますが、後その見かけの容量を超える容積を持つ自動車、部屋、さらには建物全体に至るまで、外から注射針を刺し、おしこを目盛りの最大値まで引く、注射筒の黒い流体を最大容量まで貯める、と、その内容物をすべて奪い取り、破壊することが可能です。容器が大きくなるとおしこを抜き刺しする力を多少強める必要があるようですが、よほどの、例えば惑星規模の、大きさでない限りは、その障害は大した問題にはなりません。廃棄されたサイトの研究所全体を対象としても、平均的な成人男性の力でおしこを最大まで引くことが可能でした。こうした SCP-119JP の異常性は、事件119-1以降の各事件記録に基づいた実験を行うことで、明確化されました。各種の記録は、SCP-119JP の異常性を応用することによって大量殺人や大規模な器物損壊、ひいては有益な SCP の損失もしくは収容違反を発生させることが容易に可能であることを示しています。取り扱いが容易な政府オブジェクトであるからこそ、SCP-119JP はその使用を厳重に制限しなければなりません。実験記録の抜粋、すべての実験は、次の条件で行われています。SCP-119JP の使用者、財団のレベル1職員に限定されます。実施方法、SCP-119JP のおしこを最後まで押し込みます。
SCP-119JP の注射針を実験対象の外側から突き刺し、おしこを引き抜いていきます。SCP-119JP の注射筒に内容物が溜まったことが確認されたら、おしこを押し戻します。実験記録119-001、日付2000年、月、日。対象、未開封の 250ml 缶ジュース。結果、おしこを引いていくと、缶が圧力の変化によりへこんでいきました。注射筒の中身がすべて溜まった後、針を計量コップに向けておしこを最後まで押し込むと、コップの中身はちょうど 250ml のジュースで満たされました。ジュースは飲用しても異常はありませんでした。実験記録119-004、日付2000年、月、日。対象、交換のために廃棄予定となった。財団のレベル0食飲用シュレッダー。ダストボックスはその容量の約 50% に紙くずを溜めたままシュレッダーから外さないでおきます。結果、注射筒の中身が最大容量の 70% まで溜まった時点でダストボックスを外すと、その中にはその容量の約 15% ほどの紙くずが残っていました。ダストボックスをシュレッダーに戻して実験を続け、注射筒の中身がすべて溜まり、ダストボックスの中身が空になったことを確認した後、針を中空に向けておしこを押し込んでいくと、針の先端から紙片が大量に吹き出しました。実験記録119-009、日付2000年、月、日。実験前中期、事件記録119-001群を確認するための実験。対象、サイト、内宿舎の空き室となっていた一室、ベッド、机、椅子、ダミーの書類を入れたビジネスバッグを配置し、ドアを閉めて施錠しました。結果、注射筒の中身が最大容量の 10% まで溜まった時点で、おしこに、引っかかるような手応え、が感じられると使用者から報告されました。部屋の中からビジネスバッグの消失を確認。その時点で針を中空に向けておしこを押し戻すと、針の先からビジネスバッグが現れました。中端切りや書類が溶け合ったように接着しており、書類を破損させずに取り出すことは不可能な状態になっていました。ビジネスバッグを部屋の中に戻し、実験を継続しました。注射筒の中身がすべて溜まり、部屋に配置した内容物がすべて消失したことを確認した後、宿舎前の路上に出て、針を中空に向けておしこを押し込みました。使用者から、硬くて押し込むのに力がいる、との報告があり、力を入れておしこを押したところ、注射筒の中身が一度に 70% 減り、針の先から机が中に埋め込まれたベッドが現れました。さらに押し子を押し込むと、注射筒の中身がなくなり、折りたたまれた背もたれと座部に4本の足とビジネスバッグが無造作に突き刺さった椅子が現れました。分析、事件記録119-001群から予測された通りの結果が得られました。実験記録119-013、日付2000年、月、日。対象、サイト、内宿舎、殉職したエージェント、の部屋、異常な物品が存在しないことを確認してから実験を行いました。結果、注射筒の中身がすべて溜まった後、宿舎前の路上でおしこを中空に向け、使用者ともう一人の職員が協力してを一気に押し込むと、何十もの物品が接着された。高さ2メートル前後の塊が現れました。塊の構成物としては、テーブル、テレビ、電子レンジ、冷蔵庫、電源ケーブルと分配器、カーテン、ブランケット、ハンガーと衣服、寝具、食器、調味料の瓶、ポルノ書籍、虫の死骸等が確認されました。各物品の状況は、ほぼ原型をとどめているものから、分解され、一部のパーツから元の物品が確認できるものまで様々となっていて、それぞれの破損の程度に指向性等は見られませんでした。分析、事件記録119-
001群と関連付けられた物体に、かなり近い結果が得られました。実験後中期、SCP-119JP-A はこのように容器の中身すべてを一括処理するのではなく、消失させる対象を選ぶ技術を持っていた可能性がある。現状の実験結果だけでは、事件記録119-009群に関連付けられた、人間の体だけ、編集済み、の説明がつかないからだ。だが、その技術は失われてしまった。レベル5研究員、博士。実験記録119-021、日付2000年、月、日。実験前中期、事件記録119-004群を確認するための実験。SCP-119JP の実験に関する現在のプロトコルが検討された際、財団の理事を交えて厳格な手順の精査を行った後に実施しました。対象、臨時職員 B-119-001、死刑執行時、電気椅子に拘束された段階で雇用しました。処刑室にはレントゲン等の各種医療用観測器を設置しました。結果、注射等の中身が最大容量の 5% まで溜まった時点で実験対象は死亡しました。観測により、死因は実験対象の心臓、肺の右側、左側が順に消失していったことによるものと確認されました。実験を継続、注射等の中身が最大容量の約 35% まで溜まった時点で全ての内臓が、約 55% の時点で全ての骨が消失し、それから注射等の内容物が全て溜まるまでに全ての脂肪と筋肉、そして最後に眼球が消え失せ、最終的に爪と皮と毛髪だけが残りました。針を中空に向けて押し子を押し込むと、編集済み。分析、事件記録119-004群から予測された通りの結果が得られました。本実験により、現在の特別収容プロトコルが完成しました。SCP-119JP は事件119-000の現場で回収されました。事件119-000の現場から回収されたその他の遺留品やそれらを元にで発見されたにより、事件119-001以降の番号で記録される各事件において SCP-119JP の関与が明らかになりました。事件記録119-001、日付1990年、月、埼玉県、市、の民家でリビングルームからソファ、テレビ、椅子に客が盗まれるという大規模な空き巣事件が発生しました。この事件で盗まれた物品が、で発見された物体のうち一件の構成物と照合されました。その結果をもとに調査を進め、現時点までで、事件記録119-005以降も含め、同じ SCP-119JP の使用法によるものと見られる、で同様の生成物が確認された。事件が計6件確認されており、事件119-001群に分類されています。事件記録119-004、日付1990年、月、東京都、区、のビル内で人間の皮だけが見つかったと警察へ通報がありました。その後も、区内の数箇所で同様の事件が発生しました。財団は関係者に記憶処理を施し、標準的な行方不明事件のカバーストーリーを流布していましたが、最終的にで発見された、編集済み、と各被害者の DNA が一致したため、SCP-119JP による犯行と判明しました。これらの事件は119-004群として再分類されました。事件記録119-009、日付1990年、月、滋賀県、市、の民家で一家全員が行方不明になるという事件が発生しました。事件現場には飲みかけの温まった飲料があった人氏の状況により、メディアは怪奇事件として報道しましたが、財団では特に異常現象として着目していませんでした。しかし、
で発見された。編集済みを構成する DNA が、行方不明者のものと一致することが分かりました。その結果をもとに、世界各地で確認された、直前まで生活していた痕跡があった。行方不明事件を再調査したところ、そのうち、県が SCP-119-JP による犯行と判明し、以後、事件119-009群に分類されました。事件記録119-000、日付2000年、月、日、月、事件3日前、午前、時、警視庁、宛てに犯行予告と見られる文書が、地獄警察アヌビス、の名義で届けられました。文書には、3日後の午後5時より、ドームで、ホスピタル、なる存在の死刑を執行するとの要旨と、それに続いて、ホスピタル、の死刑を根拠つけるための罪状が書き連ねられていました。6警察は予告された日時に、ドームで開催予定だった、のコンサート7を中止させました。月、事件当日、警察は、ドーム内外とその周辺に早朝から厳戒態勢を敷き、機動隊、名を動員して警備を行っていました。にもかかわらず、午後5時15分頃、ドーム外壁周辺のある地点より数秒間の地鳴り、それから連続した爆発音と男性の悲鳴が確認され、その地点に駆けつけた警察官によって SCP-119-JP を装着した成人男性の遺体が発見されました。8、警察による現場検証。遺体の周辺には火の燃え残りと、不明な力による破壊の跡の他に、凝固したばかりの溶岩が撒き散らされていました。検証の途中、警察官の一人が SCP-119-JP の、完全に押し込まれているように見える。押し子を引き抜いてみようとしましたが、押し子は動かすことができませんでした。そこで、逆に、押しようのないように見えた。押し子をさらに押し込んでみたところ、注射針の先から溶岩が噴き出し、合計、トンの溶岩が噴出した時点で押し子を自由に抜き刺しすることが可能となりました。9、このことで SCP-119-JP の異常性が検証、確認され、そして SCP-119-JP を含めた事件の遺留品及び以後の捜査について全件が財団に委任されました。財団の追加調査。SCP-119-JP を装着していた遺体は SCP-119-JP-A に指定され、DNA 鑑定等によっても身元は明らかになりませんでしたが、各種調査により事件記録119-1以降の事件は SCP-119-JP-A の犯行であったことが分かりました。SCP-119-JP-A の肉体は解剖により若干の編集済みが明らかになりましたが、それに関しては財団が把握している現代科学の範疇で実現可能なレベルでした。それ以外には特に異常性が見られなかったため、SCP-119-JP-A は研究不要と判断され、焼却処分されました。SCP-119-JP のデータベースは財団日本支部の職員認証、付加、情報は開示されませんでした。からアクセスできます。すべての実験記録と事件記録を参照する場合は、こちらを閲覧してください。ホイ119-01、日付2000年、月、日。過去の事件が放置されていたことから、アヌビスが SCP-119-JP-A とグルだったという意見があるようだけど、そうは思えないな。財団だって、トロフィーの置き場どころか事件そのものにも気づけなかったじゃないか。SCP-119-JP-A が死んだ後もめちゃくちゃな暴行を加えられていた形跡があったのには、あれほどの犠牲が出るまでに尻尾をつかめなかった悔しさみたいなものを感じたんだけどな。エージェント。ホイ119-02、日付2000年、月、日。地獄警察アヌビス。について財団は事件119以降もしばしば遭遇の機会があり、現在はかなりの情報を得ることができているが、それでも SCP-119-JP 及び、
地獄警察アヌビスが関与した SCP の実験に関する制限が緩和されることはないだろう。現在、あれは、その異常な能力を考慮した上でも、財団の武力で十分に対処可能な存在だと判明している。しかし、あのダーティハリー気取りが正義感のもとに財団のサイトを襲ったならば、ほぼ確実に施設の破壊と収容違反が予想され、それは何よりも恐ろしく、回避すべきことだ。レベル5研究員、博士。